大阪市立13中学校は、大阪府大阪市淀川区にある公立中学校。校区内には、阪急電鉄の13駅をはじめ、東海道、山陽新幹線、東海道本線、大阪東線、大阪メトロ未動筋線の新大阪駅、阪急京都本線の南方駅、大阪メトロ未動筋線の西中島南方駅、国道176号、 新美堂筋などがあり、交通の要所であり、また、区内随一の13の繁華街、新大阪、西中島地域を中心とするオフィス街も校区内にある。1947年の学生改革の際、当時の東淀川区で最初の中学校のうちの1校を、大阪市立東淀川第一中学校として創立した。当初は大阪市立十三小学校、 大阪市立第7商業学校、大阪市流木川小学校、大阪市立南方小学校の4カ所に仮校舎を設置していた。開校当初の校区は十三、木川、新城、水戸屋の4小学校の校区だった。翌1948年には校歌変更を実施した。水戸屋小学校校区を東淀川第四中学校校区へ新城小学校校区を 東淀戸川第七中学校校区へそれぞれ変更した。また南方小学校区の内東海道本線移成の区域を東淀戸川第四中学校校区から編入し、これに伴い南方小学校内に分校を増設した。大阪市の新生中学校は暫定的に行政区番号の名称で出発したが、地名などを取り入れた名称へと一斉に、 変更することになったことに伴い、学校所在地周辺の地名の13を取って1949年5月に大阪市立13中学校へと改称した。同年6月に現在地に校舎が完成して移転した。その後生徒数が激増したため、1961年に東淀川国品中島町8丁目155番地に分校を設置し、 1964年まで文校での教育活動を行った。かつての文校敷地には大阪市立西中島小学校が移転している。ありがとうございます。